四皇百獣のカイドウ麦わらのルフィを捕縛。その一大ニュースはある情報筋から密かにワノ国国外へと伝わった。ドレスローザでルフィと共闘し麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受ける。ルフィ先輩が捕縛？ありえねえ、何かの間違いでねえか。なんだと、麦わらが。カイドウ、それほどまでに強いとは。ルフィの身を案じる二人はすぐさまワノ国に向けて出航する。カイドウ、お前、俺との約束破りやがったな。ルフィを追いワノ国に上陸寸前だったビッグマムはカイドウに出し抜かれたことに怒りをあらわにする。一方海軍本部はワノ国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す。麦わらがカイドウに捕まってビッグマムも黙ってないでしょう。すでにワノ国に上陸寸前って報告がある。四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん。ワノ国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだが、あんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそもワノ国は国外との交流を断った鎖国国家である。かすかではあるが、情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。ぜー下準備はうまくいった。だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さて、そんじゃ向かうとするか。あまたの強者が続々と集結するワノ国。今ここで一大決戦が幕を開けようとしていた。こうしちゃいられない。待ってろルフィ、俺が必ず助けてやるからな。ぼちぼち時間だ。しかし見れば見るほど陰気な場所だな。ここには我らが主君光月おでん様が残した名状がござった。今や見る影もないが。ゾロ、トロー、久しぶり。どうしたんだ、みんな暗い顔して。何かあったのか。さて、どこから話せばよいものか。麦わら屋がカイドウに挑んでやられた。え、ルフィが。こうなっちまったら潜伏する意味はねえな。これ以上敵に手を打たれる前に動くべきだ。ああ、何にせよ麦わら屋の救出が最優先だが。なるほどな、お前らの考えは分かった。お前らは薄霊や。今お前らにかまってる時間は。待ってください、あなたたちと争いに来たわけではありません。私たちは協力を要請しに来ました。協力だと。また海賊と手を組むなんざ不本意だが、それが大将フジトラからの指示だ。お前ら
四皇ビッグマムとその部下たちが和の国に向かってきていることは知っているが。ビッグマムが和の国に？海軍の目的は四皇の衝突を最小限に抑えることです。そのために我々が派遣されました。しかし麦わらがカイドウの元にいたんじゃ、奴を追っているビッグマムとの衝突はより大きくなる。私たちも麦わら救出に協力します。この和の国での目的を果たすまではお互い休戦としましょう。またお前らの手を借りるのは尺だが、ビッグマムが来しまったらいよいよ手がつけられねえ。ビッグマムが和の国に接近していると知ればカイドウたちは間違いなく動く。ああ、その隙をついて麦わらを助け出すぞ。おう！もうゾロ先輩！やあ、久しぶり。お前ら、どうしてここに？どうしてって、ルフィ先輩を助けに来たに決まってるべ。君たちは知らないだろうが、麦わら捕獲の事実はもう世界中に知れ渡っている。ルフィ先輩及び一味の皆様のピンチとあらば駆けつける。それが俺だぜ、麦わら大船団だべ。ん？誰だお前ら。チョッパー先輩。うわ、なんだお前。騒がしいな、何があった。ささ、サンジ先輩、ナミ先輩にブラック先輩も。ドレスローザでお会いできなかった皆様とのご対面、こんな幸せめったにねえべ。ありがとよ。麦わら大船団ね、助けてくれるなら心強いわ。俺絶対ルフィ先輩たちを助け出しますから。おいだな、そのサインくれますか。やれやれ、君は本当に品がないな。少しはこの僕を見習ったらどうだ。なんだとキャベツコラ。こいつら本当に頼れるのか。皆さん、部下から報告です。ビッグマムの和の国接近を知り、百獣海賊団が動き始めたようです。タシギちゃん、ありがとう。俺たちも動くなら今だな。百獣海賊団の隙をついてルフィたちを助け出すぞ。うおー、待っててくんど先輩方。必ずや一刻も早くお助けいたしますだべ。you
マムが現れるまでにルフィ殿の居場所をつかむでござる。敵を縛り合えば情報を引き出せ。職務を全うしねえ。ここを制圧すれば敵も減るはず。おいてめえ、うちの船長がどこに囚われたか知ってるな。知りません。ただ向こうの方が警備が厳重だから、もしかすると。カラス曲がり、マッチング。奪い取っちまうぜ。急がないとビッグマムが来ちまう。多少の手荒な真似は仕方ねえよな。仲間がどこにいるか。知らねえよ。他の奴に聞いてくれ。カラスマゲリ、マッチ。お前たちに構っている暇はない。この縄張りは僕がもらう。すぐに戻る。大戦世界。
ばされたくなきゃ、オリオの居場所を教えろ。教えろと言われても。ああ、バクラ町の方じゃねえか。探しな。見つけたら鐘を鳴らして知らせるんだよ。鐘か。うまく使えばビッグマムを誘導できそうだな。麦わら屋が見つかったと思って鐘の方へ向かうはずだ。何が悲しくて麦わらと。組はしますが、慣れ合う気はありませんので。ひねり潰して、死にな。来たな、ビッグマム海賊団。町への侵入を許した。衝突は免れない。容易が広がる前に止めるべきだ。勝たせてしまったな。公園を連れてきてやったぞ。この命に変えてもお助けするべ。部下はガキどもはどうした。息子たちを呼ぶまでもね。この手で麦わらの首を取ると決めたのさ。四皇と直接対決。従う相手を間違えたな。なんなら俺と親子の杯を交わすか。四皇が相手か。ストローマンが何体必要だ。いや、珍しいね。俺の本に入れてやろうか。気を楽にし、すぐに。
居場所を教えよ。仕立てはならぬぞ。死ぬか。俺たちはこの建物を守ってただけだ。俺たちの仲間の居場所を言え。素直に言った方が身のためだぞ。観念して捕虜の居場所を教えるのじゃ。はあ、知らねえものは教えねえよ。整いました。いつでも出発できます。待たせやがった。さっさと行くぞ。サロンヒッヒリュウカイバキ。あいつらどこ行ったんだ。あのお方のお役に立つ男に。うわなるべよ。この戦場で活躍すれば僕の人気も。次第3戦大戦の世界ね、先を急がねえと。護送のために三刀流王子三天世界。これ以上ここにいる意味はない。俺たちも鬼ヶ島へ向かうぞ。大刀流ストライク。ここは倒産キャンデーウォール入水。なんだあの壁。くそ、遊んでる暇はねえのに。後ろにも気をつけた方がいいんじゃないか。麦わらや、どうなっている。騙されんな。ありゃ敵が作った偽物だ。麦わらはここにはおりません。俺聞いた話で鬼ヶ島へ護送された。鬼ヶ島？じゃあそこまで言ってやろう。お前たち麦わらの仲間を始末しときな。ラチが開かねえ。俺が出る。あら、すごいことになってるな。俺も手伝っとくか。ワイト、結婚式を台無しにしてくれた礼だ。とびっきり甘いキャンディーマンにしてやるよ。甘みは人を苦しめるためのもんじゃねえ。
幸せにするもんだぜ。なんだ、なぜだ。まあお前たちと同じだ。四皇同士の衝突を最小限にしに来た。不穏な動きもあるしな。お前らのせいで麦わらに連れ回されてひどい目に遭ったんだよ。そりゃこっちのセリフだ。自慢の剣も固めて砕けばそれまでだ。ペロンで。やってみろ。固まる前にぶった切ってやる。はめるなよ。空中を握れ。ジュッシュッ。逃がさねえぜ。サンプッチョ。なめんなよ。ママになんて報告する。そこだ。シャーズン胸。私に怪我させて。カタクリお兄ちゃんが黙ってないからね。諦めろ。カタクリ、こいつは強敵だ。油断するな。やっと止まったか。どうしろってんだ。腐ったれ。ありがとうよ。三刀流奥義完全世界。本気でやろう。武装道路麦わらの名を腹から格下に見ちゃいない。当然だ。海賊王になる男の仲間だぞ。ちょっと時間くれるか。
元海軍大将が俺に何の用だ。お前と話すことなどない。まあそう言いなさんな。あんちゃんの海賊団の今後に関わるかもしれねえ話だ。どういうことだ。いいじゃねえか。間に合わなかったか。早く追わねえと。ルフィはすでに鬼ヶ島へ護送済み。ビッグマム海賊団も後を追っている。状況は最悪だ。早く何とかしねえと四皇の直接対決が起こるかもしれねえ。俺たちも急いで後を追うぞ。お兄ちゃん、もう足止めはこれくらいで十分でしょ。ペロス兄も鬼ヶ島へ向かったし、私たちも早く。待て、ブリュレ、少し用がある。青生地。話とは何だ、青生地。要件次第で。まあ落ち着きなさいよ。時にあんちゃん、四皇二人がここで争うことの意味考えたことあるか。どういうことだ。仮にだ、ビッグマムとカイドウがこのまま潰し合って一番得をするのは誰かって話だ。例えば他の四皇、特に最近四皇入りした新参者にとっちゃ格好の攻め時だとは思わねえか。まさか黒ひげか。青生地、お前何を知ってる。そういう可能性もあるんじゃねえかってことよ。そうなったら麦わらどころじゃなくなるんじゃねえか。まあどう判断するかはお前らで決めな。忠告はしたぞ。お兄ちゃん。カイドウに黒ひげまで加わってはさすがのままでもただでは済まない可能性がある。そうなる前に俺たちで麦わらをママの元へ届けるぞ。